こんにちは、沢村みどりです。愛媛国体会期前競技のニュースをお送りします。高知県で行われていたカヌーや水球女子のエキシビションマッチのニュースなどをお届けします。カヌー前半種目は大健闘です。カヌーは前半種目のスラロームとワイルドウォーターが9月12日で終了し、6人中4選手が入賞しました。最終日には愛媛代表の寄せ町梨沙選手が青年女子ワイルドウォーターカヤックシングルで8位に入賞しました。競技得点は22点。佐久田博史監督が予想していた15点を大きく上回りました。選手たちはいい流れで10月のスプリントにつなげると喜び合い、佐久田監督は夢のようと涙を見せていました。水球女子の愛媛チームも奮闘しました。水球の最終日となった9月13日松山市のアクアパレット松山特設プールでは水球女子のエキシビションマッチが行われました。愛媛チームとコーチが対戦しました。愛媛チームはコーチに先制され苦しい試合展開となりましたが、休憩時には円陣を組んで気合を入れ、最後まで諦めず奮闘していました。結果は1対12で敗れましたが、観客席からは選手に向けて力強い応援が送られていました。発信高校生記者のコーナーです。今日は松山南高校と西条高校を紹介します。松山南高校は国体開催に向けた取り組みを中村時弘知事にインタビューしました。また薙刀のリハーサル大会も取材し、迫力ある試合や演技の美しさを発信しました。西条高校は昨年の岩手国体で弓道少年女子の選抜メンバーとして活躍した西条高校の生徒にインタビューしたほか、障害者の就労を視野に入れた西条市独自の国体の花を咲かせる取り組みをレポートしてきました。では松山南高校と西条高校からのメッセージを続けてご覧ください。こんにちは、松山南高校新聞部です。国体では陸上競技を取材します。多くの選手の活躍を伝えたいと思っています。頑張ります。西条高校新聞部の福浜紗理奈です。丹下太陽です。今回は国体の山岳部の取材をさせていただきます。高校生ならではの視点で皆さんにお届けしていきます。よろしくお願いします。今後の競技予定です。競泳が15日から17日の日程で始まります。オリンピックに出場した瀬戸大也選手や池江璃花子選手ら世界レベルの選手もエントリーしています。会場は松山市のアクアパレット松山特設プールです。飛び込みは高知市で開催します。ビーチバレーボールも15日から17日の日程で開催されます。会場は伊予市の五色姫海浜公園です。続いて9月12日時点の愛媛の順位です。天皇杯11位、皇后杯は7位となっています。会場で選手たちに熱いエールを送りましょう。愛媛国体、愛媛新聞ニュースをお届けしました。